BMX の日本初のプロチームを作るっていうことを宣言してたので。BMX 自体がかっこよくあることも大切な競技なので、子供の頃アメリカに行った時にピックアップトラックに乗ってるプロの選手が多くて、それがかっこいいなと思って憧れて、まあ、選手が使うバイクを積んで必ず会場に到着しなければ選手たち出場できないので、スコールが来て駐車場の中がまあぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、こういうタイヤ履いてたらやっぱり問題なく、やっぱ強いですよね。そういう時は選手が 100% 競技に専念できるような環境を作っていくのが、まあ、自分の使命かなっていうふうに思ってて、自分のライフスタイルに合ってるのがやっぱり SUV 車なので、次の車もオープンカントリーが似合うような車に仕上げていきたいですね。